こんにちは。京都女性漢方松宮局漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美です。求心製薬から出ている求心観音眼器、こちらを松宮局のホームページでご紹介しています。画面を映しながらお話しします。効能は気づけ、息切れ、動悸、胃腸虚弱、消化不良、下痢。用法用量は食前または食間に水またはお湯で服用。大人15歳以上1回3粒、11から14歳1回2粒、8から10歳1回1粒、1日3回食前または食間に水またはお湯で服用してください。この頃なんだかっていうパンフレット、こちらを読んでみます。この頃なんだか、新しい職場でドキドキ、緊張続きでお腹が緩い、朝なかなか起きられない、移動のストレスで食欲がない、こんな時ぜひお試しください。